2009年のパリ航空省で展示されたジェネックスゼネラルエレクトリックジェネックスとは GE アビエーションがボーイング787、747から8用に開発された次世代型公外パス費ターボファニエンジンである。ジェネックスは GE の製品群において既存の CF6 を置き換えることを予定している。 最新型のジェネイナス2 b は2008年2月29日に最初の運転試験が行われた。GE とロールスロイスとプラットホイットニーの大手、エンジンメーカー3社の競争の結果、ジェネックスとロールスロイストレント1000がボーイングによって選択された。プラットホイットニーが提案したエンジンはとても先進的なものだったが、試験不足のため受注に失敗した。 ジェネックスでは複合材が多用されており、ファンケースや GE90 で投入したファンブレードなどで複合材を使用している。また、ジェネックスとトレンと1000は共通のインターフェースを備えている。これは民間航空機では初めてのことであり、これによって787各方は両方のエンジンをいつでも乾燥することが可能になった。 787向けのエンジン市場は今後25年間で400億ドルが見込まれている。他の先進技術としては指導装置、防氷装置、空調装置などの各種装置をブリードやシステムから電気式に変えさらなる効率化を達成した。ただし747から8に搭載される予定の水力 66500LBF の ジェネックス -2B67 は787、向けとは違い従来型のブリードやシステムを使用する。また、747に搭載するために、他の方よりも直径が小さくなっている。ジェネックスの最初の試験は2006年から始まっており、5万3000以内し7万 5000LBF の推力を出すと予想されている。 2008年には運用開始される予定であったが、787の生産遅延の影響で遅れている。ボーイング社は燃料消費を最大20%減らし、既存のターボファンよりも大幅に静粛なエンジンになることを予想する。エアバス A350XWB の初期、高層型にも採用が予定されていたが、 その後計画が変更された A350XWB では今のところ採用に至っていない。これは A350XWB がボーイング787よび777の競合機であることが原因だと考えられている。GenX 計画において GE は64%のリスクを負担している。 他には IHI が15%、ABIOSPA が12%、ボルボエアロ、三菱重工業、サムスンテックウィンが9%を負担する。航空エンジンにおいて GE の最大のパートナーであるスネクマは部品供給の可能性はあるが、ジェネックスよりもパワージェット事業に深く関わっている。ブリードエアシステムを持たない。 ジェネックスの最初の試運転は2006年3月19日に行われた。2007年2月22日にはボーイング747から100の2番パイロンに搭載されて初飛行した。2013年11月23日に日本航空はボーイングからの同エンジンを搭載した航空機について飛行規定を改定するとの指示を受けて、 同エンジンを搭載しているボーイング787の投入路線を11月25日から変更して対応している。海底は同エンジンの派生型であるジェネックスマイナスに B エンジンを搭載したエアブリッジカー後のボーイング747から8回が2013年7月31日香港国際空港へ着陸侵入中に ジェネックス -2B67 エンジンが2機停止し、3機のエンジン内高圧コンプレッサーに破損が発見され、ロシア連邦航空局から安全勧告が出されたことを受けての措置で、ボーイングとしては、ジェネックスは影響の出やすい、高度3万フィート以上の雲中を飛行する際、飛行経路上に積乱雲などの活発な雲域がある場合は、 その周囲約 90km 以内の飛行を禁止する規定を設定している。ジェネックス2 b のインレットベント、ファンブレードエンジンコア GE90 で採用された技術がジェネックスでも使われている。軽量化に重点が置かれている燃料消費低減技術、メンテナンス経費を削減してエンジンの寿命を伸ばすため、これらの技術により、ワイドボディ機に搭載した場合の燃費が、 GE の CF6 から 80C にエンジンと比較して15%向上した。GE アビエーションは787への売り込みで遅いスタートを切ったが次第に追いついてきている。2004年10月13日、787の最も重要な受注先である全日空はロールスロイストレント1000を選択した。この契約額は10億ドルに達し、 他の航空会社の動きを左右する重要な取引だと考えられていた。2007年2月27日、オーストラリアのカンタス航空は発注した45機の787のエンジンにジェネックスを選択したことを発表した。2008年3月現在、GE にとって最多となる374機分の受注がある。 トレント線の受注数は259である。当初、GE アビエーションは A350 のエンジンのリードサプライヤーとして105機分の先行受注を得る権利を持っていた。しかし、多くの航空会社が A330 ベースの A350 では787の競争相手にはならないと考えたため、2006年7月17日にエアバスは A350 の名前に XWB を追加し大幅に再設計した機体を発表した。ロールスロイスは A350XWB に新型のトレントを供給することでエアバスと合意した。GE は A350 から800とマイナス 900XWB にジェネックスを提供することについてエアバスと協議している。 A350-1000XWB は、ジェネックスでは、水力不足のため、GE は、A380 に搭載されている GP7200 の派生系を提供する、可能性があるが、いずれも合意には至っていない。ボーイングは747から8 2ネックスの、発展系を搭載する契約を、GE アビエーションと結んだ。日本国内では、 航空貨物大手の日本貨物航空が2012年に、次期主力機材747から8回を受領し、世界各地を結ぶ路線で活躍している。データは、からこのエンジンは二軸式、軸流式、高バイパス比、ターボファンである。十段の時計方向に回転する、高圧圧縮機は二段式の高圧タービンで、駆動される。 一段のファンと四段の低圧圧縮機は、半時計方向に回転する七段式の低圧タービンで駆動される。エンジン制御装置は、航空機にデジタル式通信で接続された完全デジタル式自動エンジン制御装置である。エンジンの監視装置は、航空機の振動のレベルを監視する。中、海面高度での静止状態のデータ、標準気圧。 ブリードやや軸出力なし、理想的な吸気、100%ラム回収、量産機ではカウリングを備え、量産機には軽装を備え 18,400BTU、ポンドの低位発熱量の燃料を使用中、787から3型機は2010年12月13日に受注が少ないため中止された。一般的特性構成要素性能出展。 ありがとうございます。